限り可能性無限大ということを証明していきたいと思います。ラオスのなんかおすすめフードありますか？ラオスのおすすめフードは、うん、シンダット。え、なんだ？焼肉。いや、知らない。シンはお肉なんですね。ダは焼肉みたいな。なんだ？え、シンダットは結構 毎日あの売れてますよ、どこかで。そうなんだ。お味噌はあの、うん、ピーナッツから作ってるものです。美味しい。タイ、ベトナム、ラオスって来たけど、ラオス結構1位に来るぐらい好きかも。わかる。なんかこの自然ってことがルアンパバーンがいい。仕事したり生活するならやっぱりこうタイとかバンコクみたいな便利な場所の方がいいと思うけど、ゆっくりしたい人はこういう場所がおすすめかも。なんかやっぱタイ、ベトナムでだいぶうちらもさ体力を使ってきたじゃん、うん、ちょうどいい時期に来たかもね、グランパバラに。 Thank you! どうやってやんだろう。これ火もうついてんの？いや、ついてない、ついてない。おー、すごーい。お湯だ。ミックスね。ミックスすんだ。じゃあ焼きますよ。わー、おいしそう。これをもうお肉がね焦げてきてるよ。うん、おいしい。焼肉なん。めっちゃおいしい。おいしい。幸せ。うわ。確かにしゃぶしゃぶスタイルでもおいしそう。はい、最高に美味しい。すみません。近すぎる。すごいね。あぶたの。さっきすっぽんぽんなったよ。さっきの子？うん。すっぽんぽんベイビー。油肉も日本と一緒ですね。油をこう落として塗っていきます。タイも入れていきます。サムネみたい。ラストルアンパバーンに。チェーズ。乾杯。あー、美味しい。もうアップルサイダーや。お肉をいただきたいと思います。あー、楽しみ。いただきます。ひき肉だ、これ、本当に。
のスープも美味しいんだよね。あちちちちちってガーリックを入れて、お野菜いただきます。うん、色変わるよね、出汁が。うん、あ、美味しい。なにこれ。うん、マジで美味しい。ほんとこれやばいね。うん、ガーリック入れると、アクセント、なんかすごい、こう優しい味じゃなくパンチが効いて美味しい。あー美味しい。これはあれだよ、中毒性がある。幸せ。今日はもういいことずつ、いいことじゃなかったこともあったけどさ、人生山あり谷ありだけど、いいこと、いいことたくさんあったよ。いやね、後半巻き返したね。うん、おいしい。セーブセーブ、ライ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 ってどういうの。ライライはとってもとか、あ、ありがとうございますとか、だからコプチャイだとありがとうって意味だけど、コプチャイライライだと、あ、本当に敬意を示す感じだった。だからみんなお店の人はさ、コプチャイライライっていう、うん、そうそう、ゆっくり食べますね。あー美味しい、全部美味しいね。やっぱ食べてる時が一番幸せかも。毎日違うもの食べてることないからさ、楽しいよね。今日は何食べるみたいな、てかこんなに毎日外食してることも私ないし。いや、ないないない。コロナでほとんどほら家だったし、楽しい。美味しいわ、幸せ。乗せて行ってもらえることになりました。じゃあミーキーのパパこの人は寝てます。次の国に